ナッティラジオショーザ・タマシーは FM ラック5で放送されていたラジオ番組である。2017年4月3日放送開始。命名はザ・ナッティラジオショー気玉から全身番組ザ・ナッティラジオショーにタマシーまでパーソナリティを務めていたバカボン・鬼塚。番組終了の理由はバカボン・鬼塚が家庭の都合により生活拠点を地元へ移すので、 平日夜間の生放送が不可能になったため、同時に鬼塚と共に、鬼、魂火曜日のパーソナリティだった、菊池淳介も制作へ専念するため、交番・火曜日以外の出演者はすべて前番組から引き続き、出演。時に真面目に、時におバカなクイズクエストバラエティ。次々に繰り出される魂のクイズクエスト、魂級にチャレンジする。 2021年3月11日放送中に番組の終了が発表され3月31日に終了。これにより2003年4月からザ・ナッティーラジオショーに魂時代から開始したナッティーラジオショーシリーズは18年の歴史に幕を閉じた。時間はいずれも日本時間。各曜日とも各コーナー間にドンバとダブルスチャレンジ、フッツオトなどがある。 リスナーからの普通のお便りを紹介するコーナー。また、日替わりのメールテーマを決定し、そのテーマに沿ってメールも紹介する。その他、21時台をメインにフッツオタからの流れで、ある一文をクイズ形式で答える、フッツオタクイズが行われる。クイズの元になったメールを送ったリスナーには、ザ・マシールが送られる。22時台に答え合わせを行い、 こちらも正解者と面白いメールを送ったリスナーの中から抽選でザタマシーシールが送られる。毎日出されるテーマに沿ってリスナーからメッセージを送ってもらい2枚読んでパーソナリティの心がドンとなった方にバトルシールがプレゼントされる。21時台に行われるこの番組のメインコーナーでリスナーが参加する逆伝コーナー。参加形式は全身番組 鬼、魂での、鬼魂超、放課後クイズと同じだが、内容形式は大幅に変化している。毎回決められたテーマに、リスナーと、各曜日のパーソナリティがタッグを組んでチャレンジする。番組が決めたノルマを達成すると、金のザ魂シールがもらえる。ノルマを達成できなかった場合は、ノーマルのザ魂シールがもらえる。好きなパーソナリティも問われることがある。 2018年1月1日の放送より開始、毎日日替わりで、レギュラーアーティストとその日のメインパーソナリティが様々なコーナーを送る。ゲストは、リスナーに自分の出来事や考えていることをクイズ形式にして出題するゲスト魂 Q をお題として出す。トーク、曲の後、最後に、リスナーから送られてきたゲスト魂 Q のネタを紹介し、答え合わせを行う。 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日月曜日、火曜日、水曜日木曜日。ありがとうございます。